おはようございます。和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日は自分と向き合ってみようということで、まあ僕自身の話をしてみたいと思います。こう自分自身と向き合うっていうの結構大切で、ついつい目を背けてしまうんですよね。なのでそこと向き合うことで課題が出てきたりだとか、あとはこうやるべきことが見つかったりだとかっていうことが出てくるので、そう考えるとこう自分のことを自分に話すっていうのは悪いことではないのかなと思いますので、ちょっと試しにねしてみようと思います。で、今覚えつきにしているので完全にアドリブなんですけれども、まあ、僕自身ですね、今41歳ということで、まあ、人生はもう折り返し地点を過ぎたぐらいなんですよね。で、今までずっとがむしゃらに頑張り続けてきて、まあ、病気になって、で、好酸球性消化管疾患っていう病気なんですけれども、まあ、治る病気ではないんですよね。で、ちょっとその病気が見つかってから治療を始めるまでっていうのが、仕事が休めずに遅くなってしまったので、まあ、かなり悪化してからの治療だったので、ステロイドも効きが悪かったっていうのもあって、こう、今、自身がこう今現在はアレルギー食、除去食っていうのを試して治療中なんですけども、まあ、少し光が見えてきたかなっていう感じですね。で、今思えば自分の体をもっと大切にしておけばよかったっていうのはすごく感じます。ただ気づくのに遅いっていうことはないと思うので、気づけただけでもよかったのかなと思いますもんね。なので、まあ、規則正しい生活っていうのはもともとしてたんですけれども、まあ、それをちゃんとするようになった、まあ、夜更かしをする回数がかなり減りましたもんね。っていうかもうほぼないかな。で、あとはこう食事も今はアレルギー除去食ということで、まあ、食事もかなり気をつけるようになったりだとか、今まではですね、まあ、仕事中の水分補給も1号でとか甘いものばっかり飲んでいたんですよね。で、あとは間食も甘いものばっかりかなりしていたんですけども、今はこう結局アレルギー除去ということで食べられるものもかなり少ないので、間食っていうものもかなり減りましたもんね。そう考えるとこう健康に気を使うようになったっていうのを考えたら、まあ、病気になったっていうのは悪いことではないのかなっていうのが一つと、あと病気になったことによってこう家族との時間だったりだとかっていうのを、なんかすごくこう今までと同じように生活はしてるんですけれども、大切にできるようになったっていうのもありますね。今までは自分一人の時間がすごく欲しかったんですけれども、まあ給食期間中半年ぐらい自分一人の時間がかなり作れたので、まあ、それも良かったのかもしれないですが、こう家族との時間がこう面倒じゃなくなったっていうか、一人の時間と家族の時間のこう、なんていう、天秤がちょっと重さが変わったのかなっていう気がするんですよね。なので、まあ、その辺もやっぱり良かったのかなっていう気がします。なので、時間の使い方みたいなものも変わってきた気がしますし、それに対するこう価値観みたいなものもちょっと変わった気がするんですよね。なので、まあ、その辺も病気に感謝なのかなっていう気がしますね。あとはもう一つは、まあ、今すぐ命に関わる病気ではないんですけれども、こう、やっぱり少しこう、死ぬことっていうのを意識するようになったので、死ぬことを意識するようになって初めて生きることを意識することが僕はできると思っていますから、その辺もやっぱり大きな変化の一つかなという気がします。なので、やりたいと思ったことを、こう、まあ、少し考えてからするようにはなったんですけども、できるうちにできることをしようっていうのは、やっぱり考えるようになりましたね。だって、いつ病気が悪化してまた動けなくなるかわからないっていうのもありますし、消化管に穴が開く可能性もありますから、そうなるとやっぱり食生活みたいなものを正すだけでは、普通の生活っていうのができなくなる可能性もありますよね。だからそう考えると、こうできるうちにできることをしておこうっていうのは、結構強く感じることだったので、その辺もこう YouTube と出会っていたっていうのも大きいですよね。そういったのをこう記録に残すことができるとか、あとはこう試しにやってみたものがこうみんなにこう発信できるっていうのもありますし、まあ、その発信してうまくつながれば小遣いにつながるっていうのもありますよね。なので、まあ、お金が全てじゃないですけれども、お金はあった方がいいと僕は思っていますし、その自分が頑張った分そこにお金につながるっていうのもやっぱり YouTube の面白いところですよね。なのでその辺はですね、やっぱりこう YouTube と出会っていてよかったな、まあ、ブログもしているのでブログもアクセス件数結構最近は更新してなくてもある程度一定維持できているんですけども、まあ、ブログでその収入を得ようと思っても商品が売れないとなかなか収入につながらないんですよね。で、商品がじゃあ売れるかって言われると、もともと商品の紹介とかほとんどしていないので、まあ、そこにつなげるのはちょっと難しいかなという気がするので、ブログはブログでやっぱりこう書い
て残すっていうのも、頭の中の整理とか気持ちの整理につながるのにいいと思ってるんですけども、YouTube で動画で残すっていうやり方もありなのかなと最近思っているのでずっと続けているんですが、そんなこんなでこう病気になってからっていうのがちょっとやっぱり考え方が変わったかなっていう気がします。今までは周りに迷惑がかからないようにとか、こう自分の評価を下げないためとかっていうのでがむしゃらに本当に頑張ってたんですよね。なので1ヶ月のうちに休みが1日とかっていう月もありましたし、今思えば働きすぎたなっていうのがあるんです。ただ、夢を叶えるとの4っていうので、生きると死ぬっていうのがテーマで、書かれている作品なんですけども、その中でも紹介されている、やっぱりこう自分がやりたかったことをしてこなかったりだとか、仕事に時間を使いすぎたっていうのがやっぱり死ぬ時の後悔に上がってくるみたいなんですよね。で、僕は病気にならなかったら、多分その後悔をものすごく大きくしていたと思います。なので、そう考えると、こう病気になってよかった。夢を探すっていうのも大事なことかなと思いますので、病気になってできなくなったことたくさんあります。で、我慢しなきゃいけないこともたくさんあります。本当にたくさんあります。ただそれを裏を返せば、やっぱりいいことと悪いことって裏と表、コインの表と裏みたいな感じなので、その中からいいところを探すっていうこともできるわけですよね。なので病気になったからこういうことに気づけたとか、病気になったからこういうことができるようになったとかっていうことも絶対に探せば見つかるはずなので、そういったこう視野の広さみたいなものが少しついたのかなという気がします。なので今結構これアドリブで話してるんですけども、話してる間に自分の考えがこう少しずつ整理されるとか、自分と向き合うことができるっていうのができるので、皆さんもよかったらね、こう悩んでる方とか、もう悩んでない方でもそうですけども、こう自分のことを文章に書いてみるとか、こう自分のことを自分に対して話してみるとかっていうのを真剣にしてみると意外と面白いかもしれないので試してみてください。ということで、勝也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。